台風の進路が気になる中、JR 東日本は台風10号の影響で東北新幹線などに遅れや運休が発生する可能性があるとしていましたが、平常運行を予定していると発表しました。JR 東日本は台風10号の影響で28日水曜から29日木曜にかけて、上越北陸新幹線を中心に 東北、山形、秋田を含む各新幹線の全区間または一部の区間で大幅な遅れや運休が発生する可能性があるとしていましたが、今日台風の進路予想の変化に伴い、平常運転を予定していると発表しました。今後の台風の進路によって影響が出る可能性がある場合は、再度お知らせするとしています。